85.5 区情報局。皆さんこんにちは、新鋭能前役千葉翔也です。皆さんこんにちは、ブラディレーナミリーゼ役長谷川郁美です。この番組はテレビアニメ86の情報をお届けしつつ、僕らが常に主と隣り合わせながらラジオの最前線に立ち続ける番組です。うい、前回は山下誠一郎さんが来てくださいましたね。来てくれましたね。ゲストで語りましたけれども、何分喋りましたか？何分喋ったっていうかね、放送時間が59分59秒ということで、うん、ギリギリいや、それは心が綺麗すぎる、ハセちゃん。切って切って59分59秒なのよ。たまたま俺たちが喋ったら1時間ジャストでしたじゃなくて、実は切ってんだ。そう、もうもはや漏れるようになった。そうなんです、みんな。すごいね、1時間切ったんじゃないんだよ、自然に。ほんとすごい。だってもともと40分ぐらいの番組だったんですもんね、予定としては。そうそうそう、いや、のびのびやらせてもらってますし。あと、その前回さ、あの本編の中でね、あの新しいプラットフォームというか、うん、アニラジ大量に配信してる温泉さん、はい、でも始まるかもね、ありがたいことにって言ってたら、うん、もう前回からね始まってたりして、うん、だからこの回も温泉で聞いてくれてる人もいるかもしれないです。ねえ、嬉しいね、そうやって増えるっていうのはね。いや、本当に改めて予想外ですよね。予想外だね。だ、まだまだだから増えるかもしれない。うん、いや、ぜひね、待ってます。買っといた方がいいと思うよ、この株。ね、自分で言ってる。いつ高騰するかわからないから。自分で言ってるわ、この人。いや、そう、確かにそうだね。ラジオのそれ言うってことは半分ぐらいは俺が責任だもんね。そうよ、ハセちゃん半分、俺半分の。いやいや、ありがたいですけど、うん、いや、もう6月も後半ということなので、うん、86ワンクール目がもうラスト間近。え、これ配信が18日の金曜日ってことは、はい、明日？明日です。明日最終回。あのですね、このアニメですね、みんなね、12話ワンクールだと思うでしょう、うん、11話なんです、このアニメ。11話なんです。はい、まあ、文化2クールのね、うん、アニメではあるんですけど、ワンクールで一区切りということなので、うんうん、もうだからこのラジオを聞いてくださってみんなドキドキでしょうね。そうだね、マジで。まあ、もしくはその最終回見た後に帰ってきてくれてるかもしれないんですけども、うんうん、あの今回もだって9話と10話がすごかったから、すごかったから、たくさん語ることありますんで。ほんとそうよ。お話していきましょうかね。ここでいっぱい喋ってる場合じゃないからね。そうですね、確かに確かに。、うん、ということで今回のレイナのハンドラーチャレンジはないらしいです。やった、もう理由もなくなしになってる。そう、本当に。今まではゲストさんがいるから、うん、やめときましょうみたいな感じだったけど、今回なんか知らんけど休みです。尺だね、尺。尺ですね。はい、はい、じゃあ今回もたくさん語って最終回に備えていきましょう。はい、それでは番組スタートです、よろしくお願いします。この番組はアニプレックス角川バンダイスピリッツの提供でお送りします。第 85.5 区情報局。それではアニメ本編のお話をしていきます。はい、今回は10話までをネタバレ込みでお話ししていくので、まだ見ていない人はお気をつけください。気をつけてな、本当に本当に気をつけて、これはマジちゃんと見てもらいたいから。本当に9話10話危ないぞ、どんどん言うぞ。いや、もうね、9話がね、うん、もう俺これね、9話すごかったよね自体もなんかネタバレなんじゃないかっていうぐらい、ね、9話がすごかったのよ。9話すごかったよ、もう語彙力ないけどね、すごかったのよ。なんか集大成感ありましたよね。そう、なんかこうラジオをやるにあたってさ、はいはい、やっぱ昨日とかもさ、うん、明日ラジオ収録だなと思って、うん、9話10話かと思って、9話なちょっとなんか何喋ろうかなみたいな、はいはいはい、なんとなく考えるんだけど、うん、むしろなんかもう何も浮かんでこないぐらい、はい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 、何を語るみたいな、逆に。確かに、ちょっとじゃあリスナーさんのメールもありますんで、そちらに助けていただきましょう。ウニさんからいただいております、うん、9話拝見しました。最終話かと思うほどの盛り上がりと怒涛の展開、前半の最後の方にエンディング曲が流れて、本当に、エンディングかと思ったらまだ半分で驚きました。うん、特に印象に残ったのはオープニング直前のシンの兄さんというセリフです。うん、9話中の、シンの声は全体的にも印象的で、この言葉も何度か発していたとは思うのですが、特にそこでは心臓にグッと爪を立てるような感覚があり印象に残りました。うん、すごい感覚を覚えてくれてる。またレイナに思い出せないと言っていた
お兄さんの顔や声を思い出すように黒いもやが取れて優しいお兄さんの顔が見えてくるシーンは少し嬉しくなりました、うん、これまで死んでいた仲間を忘れないと言っていたシーンはきっとお兄さんのことも思い出せないのではなく思い出さないようにしていただけで弔えた今はきっともう忘れないのだろうと思いました。アニメしか見ていなかったので原作も読んでみます。では失礼しますということでありがとうございます。ありがとうございます。アニメだけでねここまで俺はお兄さんにね、うん、感情移入してくれてることが嬉しいですね、うんうん、お兄さん嬉しい。ありがとうございます。そこなそのもやがね取れてくとこ泣いたもん、はい。あれはねすごかったっすね。泣きました。あのいろんなバリエーションのシーンがいやそうなんですよ。ヒンみたいな。いやいや顎しゃくれとるんやけど。あの口引っ張られるとこ。口引っ張られてるやつね。そうそうそう。今なんで俺今急に顎しゃくれたのかと思った。私が下手すぎて今しゃくれちゃったんですけどいやそうだから A パートとかいわゆる半前半半分では、うん、そのお兄さんの脳のコピーをね取り込んだ、うんいわゆる羊飼いというめちゃくちゃ強いレイオンとの戦いであったんですけれども、うんはいうん、まあそれのね戦闘が終わるところで、うん、今まで真の脳内ではまあだからお兄さんっぽい人は映ってるんだけど、うんうん、重大なね彼のアイデンティティであるメガネがね黒いもやでこうなってたわけですよ、はい、そうね確かにねメガネといえばメガネといえばね、うん、もうメガネといえばもう将来将来といえばメガネだったそうですそうですそう消えてたところが最後の最後ですよ、うん、要はだから今までずっとシンを縛っていたはずの存在だと思ってたのに、うん、いざ、倒して本当にその声と別れるってなった時には、うん、もやが晴れて思い出されるのはその優しい兄の声っていうところがね、うん、古川さんのねうん、お声も相まって本当に泣けたのあれあれはあれは本当にねすごいよね。あのだって将来って本当なんていうんですかね出てる時間って実はそんなにいっぱいあったわけじゃないんですよ、うん、そうだねトータルしたら多分そんなにねそう長い時間じゃないよね。でしかもそれまで結構そのシーンへのねかつて幼いシーンの首を絞めて殺そうとしてしまったショッキングなシーンとかばかりが結構インサートされてたにもかかわらず、うん、あそこの呼びかけだけで本当に優しい兄だったんだなっていうのがね、うん、もうビシビシ伝わってくるお芝居で本当泣けたあれは泣けたもう泣けたしか言えない、うん、なん俺たちは顔を知ってるわけじゃないですか、その視聴者としてね、うん、将来の顔知ってるんだけどやっぱその真の中ではっきりと思い出したっていうあの瞬間がどうしてもやっぱり僕らにもね突き刺さるし、うん、びっくりしてましたしね真自身も、うんうん、最後の最後にその将来のレギオンから出てくるナノマシンですよ、うん、腕の形をしたナノマシンが優しくなってるというか、うん、え兄さん正気を取り戻したのみたいな、うんうん、驚きあっての結局別れだったんでそう、ね、なかなかショッキングでしたけれどもそうなんだよやっぱお兄さんとまあ分かり合えたって言っていいのか分かんないけど、うん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 、その瞬間がもう本当に別れなのよね。はい、いやそうなのよ。そうだから本来もう別れ終わってたはずなのに、うん、結局その死ぬ間際にねシンって呼びかけてたことで、うん、それが執着となって、まあ、気持ちだけが残ってしまって、うんうん、あのレギオンになってもシンのことを恨んでるんだってシンは思っていたけれども、うんまあ、実はそれは本当だったらプラスのはずの執着だったはずが、うんまあ、こうやってねねじくれ返ってというかなってたものだったので、うん、いやでもねレーナかっこよかったでしょ。あの戦闘中急に入ってきてマジでびっくりした俺、うん、セオが僕たちどんだけ撃ったのって、うん、わかんないよってクレナが言った後にアンジがまあこんぐらい倒したから大丈夫でしょうって言った後の今の真似ですか早見さんのいや魂だけね魂だけ入れてたの後の、うん、あのいわゆるプリップですよね。あの敵が適正存在を表すその、うん、表示、うん、レーダー上のやつがもう数えきれないほどのレギオンを表示して、うん、何回見ても俺そこを分かってんのに、うん、うわーって言っちゃうんだよね。勝てるわけねえじゃんって、うんうんうん、その絶望がすごくて。そう、わかるわかる。そう、あのだから大嫌いなはずなんですけど、あのシーン、うんうん、めちゃくちゃ好きなんだよね、あそこアニメだなと思って。私もあそこ初めて見た時にさ、レーナが入ってきた時にうっみたいな分かってたのにね。そう、やったんだけど、うんうんうん、うわ、レーナみたいないやー、あそこのレーナ超かっこよかったなー、マジでー。いやもう本当にあの9話は覚醒してたよね、レーナがね。いやそうですね。でも本当にあの9話の、うんまあ、レーナも良かったんだけど、うん、あの資格のね、共有をして、うんうん、
危険なはずのね。そうやった時に、うん、ライデンがめっちゃ怒るやん、あそこ。はい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 、あれがグッとくんのよ。資格の共有なんてしたら失明するかもしれねえんだぞって。そうだって、もうそれ言ったらさ、もう担当してくれるハンドラーに、うん、が危険であろうと関係ないわけじゃん。もともとはさ、はいはいはい、どうだっていいって思ってたはずなのに、うん、それをしたレイナに対して危険だろってあんなに声張り上げて怒るって、はい、もうめちゃくちゃ刺さって。確かに、そう、うわーって。怒るってやっぱりそれだけの思いだったり熱がないと出ない感情だから、うん、はいはい、うわ本当ですね、鳥肌止まらんわ。そう、あそこのシーン大好きで、ライデンの。確かにそうだな。そう、なんかシンに対してさ、結構そのシンが危険なことしそうになると、あのバカとか、うん、そう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 、それそのバカっていうのが割とレイナにもね向けられてたというか、うんうん、でしかもその後レイナがさ、そのちゃんと覚悟を決めてるっていうのを受けて、うん、ライデンがやっぱりあんた本物のバカだなっていう、うん、これ同じバカでも、うん、すげえ愛のあるバカになる。あそこはね、あそこ名シーンでしょ。よかったよ、あれいいよね。めちゃくちゃ良かったです。しかもライデンの要は視覚共有だから、うん、レーナ側のなんていうのか、あれも一瞬映ったじゃない、レーナが見てる世界、レーナの顔が画面に映ったのが一瞬だけライデンに見えるっていうのが、そう、あれはねアニメだな、アニメならでは、うん、鳥肌止まらんって。そうなんですよ、だからライデンだけ、うん、レイナの姿がちょっと見えた、はいはい、確かに確かに、ね、そうね、あの覚えてるか覚えてないか、まあ、分かんないけど見えてるっていう、うん、シーンもねちょっと嫉妬しちゃいますよね。本当そうね、全然顔みんな知らないでやってるのにねそうだよね。いやもう本当にレイナはだからさ、でその戦闘が終わってね、うん、あの後のところとかでもあのアネットをね、こうやって戦闘に協力させてたんだっていう衝撃でしたね。まさかレイナみたいな子がさ、うん、悪魔って言われる日が来るとあそこは笑っちゃうんだよな俺いやでもあそこやっぱ会話劇だけど、あれはあれで戦いだったなって本当に思って、うん、だから言ったらそれだけレイナが仲のいいアネットに対して、うんうん、ああいう風になってしまうぐらい、うん、もう助けたいっていう、何かしたいっていう気持ちがそれだけ強かったってことだから、もうなりふり構わずじゃないけど、なんとしてでも協力させて私は、ね、助けるんだみたいな気持ちがあったからこそのあのシーンなので、別にレイナがすごくなんだろう変になったとかじゃないんですよ、あれは。グレタとかね、グレタとかグレタとか言われてましたけど、ヤサグレーナとか言われてましたけども、ヤサグレーナヤサグレーナいろんな言葉生まれるよ、もう、うん、テレーナとか。いやレーナはねやっぱ1話からずっとそうなんだけど、うん、本当に超純粋だからこ そ, そ, う そ, うそう、あのね名言とかがね生まれやすいいやでもねあそこはね、だ本来だったらさ、あの体調が真なのよ、うん、あなたの幼馴染だったのよってさ、なんかレイナって優しい子だから、うん、ね、そうなのだから助けてあげようって優しくもきっと言ってあげられただろうに、うん、あそこでそうやってなんかその、まあ、なりふり構ってられないのもあると思うけど、うん、その逃げ場をなくす言い方を取ったっていうのもね、なかなかね、うん、レイナの葛藤が見えるようで、そうそうそう、面白かったです見てて。だからねアネットがあの管制室から出た後にね、はいはい、ちょっとレイナがふーってため息つくとこがあるんだけど、うんうんうん、あそこはまあ一応なんだろう、こうアネットと、まあ、元の関係には戻れないかもなみたいなのをちょっと感じのため息、助けたのは私じゃないわって、そうそう言われた後ね、そう出てた後にね、うんうんうん、ちょっとふってなるんだけど、いやそれだ、それで言うと最後さ、うん、そのレイナはさ、あの駆け出してしまうじゃない、うん、そのシンたちがもう一回ね、うん、じゃあまたこのまま自由の、旅に出発しようっていう下りで、うんうん、あの走り出しちゃうじゃない、うん、それをアネットが 無力のまま見てるっていうのも、うん、やっぱあ分かんない、何かできた人と何かできなかった人っていうほど何か違いがあるかっていうと微妙だけど、うんうん、あそこのアネットの絶望感もね刺さりましたわ。来るよなあれも、うん、心に来るのよ。いやあのですね、Q はね本当にやっぱすごかったんですよ、はい、前半戦闘で、うんうんうん、後半はドラマという感じだったんですけど、うん、あのアニメーションプロデューサーの藤井さんから来ました、なんとですね、あのお話いただいてますので、ます、ちょっと読ませていただきましょう、うん、このトピックはぜひ紹介いただけると嬉しいですとおっしゃってます、はい、この話数はですね、ディノザウリア、レイ、兄ですね、うん、恐竜って意味の言葉だね、これディノザウリアはね、うんうん、ディノザウリアとの戦闘シーンになるので、制作当初から CG アクションにはとても力を入れて CG 制作の白組さんに映像を作り上げていただきました。
まあ、山場ですよねあそこは、うん、一方でディノザウリアから出るマイクロマシンの腕かっこ銀色の腕は作画で描き、はい、生っぽい演技をつけていただくことによって細かい手の表現なども加味しながらカットごとに作り上げていきました。マジで、ただこの話数はアクションシーンだけでなく真と霊のドラマを監督の方で特にこだわって映像を制作しました。霊は真への首絞めの抑え込みと高い高いをしてあげようとして持ち上げるこの2つの動きで葛藤をしています、うん、これはディノザウリアがジャガーノートに対する動きとして現れています、まあ、真たちが乗ってるジャガーノートね、うん、銀色の腕でジャガーノートを抑え込もうとしたり掴んで持ち上げた結果投げ飛ばしてしまったりディノザウリアの動きから霊の葛藤を垣間見ることができます。そして最後レイ、ディノザウリアは新ジャガーノートを高く掲げジャガーノートのコックピット内へ腕を侵入させます、うん、もう本当にねどっちも機械がボロボロになってね、うん、ゼロ距離の戦闘でしたからね、うん、腕を侵入させます。しかしとどめを刺されたレイはもう新が自分がそばにいてあげなくても大丈夫だということを悟り自分から手を離します、うん、これでレイはもう大切な弟を高い高いしてあげることはできなくなります。レイはシンをただただ高い高いをして遊んであげたかっただけなのかもしれません。それなのにどうしてか首を絞めて危害を加えようとしてしまう。この葛藤は第8話の最後のシーンから描かれているのでよければまた見返していただきたいなと思います。うーん、はい、うわもうなるほど感動するわ。これだから映像ならではですよね、はい、まあ、マイクロマシンっていうその液体とね、うん、あのなんか血液みたいに今までレギオンから漏れ出てたじゃないですか、うん、それがディノザウリアからはあの腕の形で出てたわけだけど、うん、それもだから霊の感情が思わずそこに現れちゃってるよっていう話ですけど、うん、はい、いやあそこ作画だったんだすごい、ね、なんかあんなに溶け込むもんなの。確かにね CG の中にね、うん、そう CG とこう作画がもう全然なんか自然にさ、うん、融合してる感じがあって映像がすごいのよ。異物感あったしねそれでいて、うんうん、そうそうそう気味も悪いし、そうアンサーかかってからのさあの腕でさあの芯が乗ってジャガノートが浮いちゃってる状態からの砲撃とかさ、うんうん、マジで腕気持ち悪いなってこれは勝てないだろうみたいなね。そうありますてかあの曲流れてた時よかったな。あれすごすぎね、あの曲の入りすごくね、うん、アンサーそんなパートまだ残してたんだみたいな。しかもあのねレーナの叫びからのね、うん、トムラウノでしょシーンって言ってからバッて曲がかかってさティアンティアンみたいなちょっとまだ何言ってか分かんない何英語なんて言ったか分かんないんだけどそうそうそ う, そういやかっこよかったなあのシーン。レーのねそうなんだよね、うん、結局、うん、あのこれあれなのよレイがねなんでねシンをねこんなに憎んでたか憎んでたように見えちゃったかっていうと、はい、あれってその86とされてしまった人たちに対してまあ軍に無理やりさ従軍させるわけじゃないですか、うん、はい、あれはだからまあこれ原作で語られてる部分でもあるんですけど、はい、戦闘に行くと家族は助けてあげるよっていうシステムっていう体で従軍させてたもんで、で母も帰ってこない、あの、うん、親父も帰ってこないで今度は俺が死ぬんだっていう話で思わず出たね、レイすらもその少年だったんだなっていうのが表されてるというか、うんうん、その辺もね細かく描かれてましたね。あの軍に来いっていう紙見てプルプル震えてる手とかね、はいはいはい、ちょっと見返してほしいですね。見返してほしい。いやー9話すごかったんですけど、9話すごかったな。もう 9話が盛り上がりすぎてあ10話から落ち着いちゃうんかなって思ってました。思ってたんですけど、思ってましたよ。じゃあ10話が俺一番泣いた。私も私も10話が一番泣いた。出てるアニメ見て、うん、泣くことって結構少ないというか、うん、やっぱどこかさ自分が入ってるし、うんうんうん、もう台本から知ってるから、うん、やっぱどうしても客観的に見られないんですけど、うんうん、客観的に見せてくるんやなっていうパートがちょっと10話についてもらってるんで、はい、ちょっと読んでみますね。リスナーさんから、はい、ありがとうございます。セインさんからいただきました。セインセイン、千葉さん長谷川さんこんばんは。こんばんは。第10話見ました。ありがとう。 B パートのファイドの記録映像最高でした。そうなんだよ。3話で覗きがバレた後の3人組、好きな花について語る会へ、鍋を運ぶアンジュ、そしてハルト、
宿舎ではみんなに可愛がられ、戦場では支援機として常にスピアヘッドのそばにいて、楽しいことも悲しいことも全てを記録してきたファイド、うん、ファイドしか知らないみんなの会話や振る舞いを見ていて、和やかな気持ちになるとともに胸がえぐられる思いでした。公式サイトのキャラクター紹介にファイドがいたり、スピアヘッドのみんなと同じようにデストロイドと表記されているのを見て、みんながファイドをただの支援機としてではなく仲間として受け入れていたことが伝わってきて、より一層ファイドに対する思いが強くなりました。ファイドも真に連れて行ってもらえるのですかね。ファイド、今までありがとう。次回も楽しみにしています。ファイド、ありがとうございます。ファイド、トレンド入りおめでとう。すげえよすげえよすげえよ。あまたいる登場人物を、うん、そうですよ、差し置いてね、ツイッターでトレンド入りするファイド、うん、なんかメインヒロインとか言われてますけどもうそれもう作者の浅戸先生がずっとおっしゃってますからねめちゃめちゃおもろいんだよなそう、 A パートはいわゆるディノザウリアとの戦闘後のスピアヘッドを描いていて、はい、うん、結構そのシーンがね、笑顔が増えてたりとか、うん、いろいろなあったんですけど、はい、まあ、B パートがねガラッと雰囲気が変わって、そうなんだよ、ファイドの記録映像という、そうなんです。でなんかね、その藤井さんのいただいたやつの中にもね、はいはいはい、ちょっとまあ補足みたいな感じでいただいてるんですけど、うん、第10話宣伝の方にもご協力いただき、ツイッターで流す場面写真をファイドの視点とはわからないように告知していたりとか、ウェブ予告の方には A パートのシーンだけを使って映像を作っていたり、さまざまな施策を施していただきましたと。その結果今回放送のサプライズにつながったのであればよかったなと思いますと。もう完全にしてやられました。え、あなたもしてやられましたよこれは。なんでそんな、でも言うたって、だって長谷川さんも僕と同じで、やったはいいけど、やっぱ本編で完成品を見て、あ、そうだったそうだったってなるわけじゃないですか。予告しかしてねえんだよ予告しか言ってねえんだ、こっちは。で、え、こっちはな、いなかったいなかったんじゃ。存在感すごいね逆にもう私は予告で行くよって言っただけ本当だ、言っただけなんですよ。本当だ本当だ。だからね、出てないっていうことは、うんうんうん、私台本見てないんですよ。はいはいはい、はい、みんなもらってないんです私は、うんうんうん、だから本当に初めて、まあなんかそのね、スピアヘッド戦隊のその偵察に行った先のお話みたいな、うんうんうん、っていうこと自体は知ってたけど、はいはい、本当それしか知らなかったから、私もなんかエンディングが流れてさなんか早くねって思って、エンディング早くねってなって。そうね、だからアビットが流れてきたからね、えってなって、もうこの後何すんのって思ったの思うよ、あれは。そしたらさ、おいって突然ねやられたと思ったいや新鮮なリアクションしてくれてるメインヒロイン本当ね、だから初めてその、うん、ね、見てくださっている方々と同じ、はい、感情で86見れて、はいはいはい、ちょっと楽しかった。なんか新しい感覚。確かに、そう、今まではね知ってたからさ。確かに確かに、そうそうそう。いやあれはね、でも俺ファイド界って分かってたのよ、うん、覚えてたし、うん、なんだけどエンディング来たから、うん、あれ次だっけと思って俺の記憶違いだっけぐらいに思ったの、うんうん、っていうぐらいさ、その本当にファイドしか知らない光景だったから、うん、シンとファイドも結構やっぱ一番ね関係が長いんですけど、うんうんうん、はいはい、他のスピアヘッドともねあったんだなっていうのが、うん、あとまだメールいただいてる。あ、はいはい、あ、ラジートさんからいただきました千葉さん、長谷川さん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。10話見ました。よく笑うようになったシン、妹属性が爆発しているクレナ、相変わらずお母さんのライデン、みんな年相応の楽しそうな様子を見て自由を少しでも味わうことができてよかったなと思いましたそんな過去一穏やかな癒し会かと思ったら、エンディング後のファイドで号泣しました、はい、シンが一人になった時からずっと一緒で、スピアヘッドの日常をずっと見守っていたのですね。みんなファイドにしか話せないことが山ほどあったんだろうなと思います。そうなのよ、うん、マジでそこな。呼ぶよ。はい、すいません白井先生が全て日付が書いてあることに意味があるとおっしゃっていたので、日付を全て書き出してみました。ほう。特に印象的だったのはハルトです、うん、あの5人と特別偵察なら楽しいよな絶対と言っていた次の日にはおそらく最後を迎えていて、その2日後には特別偵察に向かっていることが分かって号泣しました。
すべてを見てきたファイドの最後はレンズに反射する炎が涙のように見えて心が苦しかったです。ワンクール目は残り1話、最後まで見届けようと思います。ありがとうございます。あの本当にですね、本当にそう、ハルトのね笑顔、おー本当にさ、もうあそこ私はもう今泣きそうですよ。あやばいよなって言った後の笑顔が過去一いい笑顔なんだよね。でその次のカットがさ、いやもうそれはね言いたくもないよもう。いや俺だからあの日ね、放送の日ねすぐ見直したの、すぐ、すぐ一回もう一回見てるんだけど、そこは逆に目背けたもんだよね。まさかなと思って、俺も見たくねえもんなと思って、えって、まあ、見てる人もいると思うけど、はい、まあおそらくはハルトが、はい、まあハルト機がやられた時の光景なのかなと思うんだけど、うんうん、なんかあまりにもねあっけないというか、はい、そういやあれはショックだったな。いやでもねこの前半のね、うん、前半のところにも結構いろいろいいところあったというか、うん、ライデンたちがすごい心配してくれたりとかね、心的には嬉しいんですけど、うん、個人的にさ、はいはい、好きだったシーン言っていいですか？あ、もちろんですよ、聞きたいな。アバンのさ、はい、アバン、もうオープニング前です、ね、まあ誰も喋ってないけどさあ、もうはい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 、あ、でも多分違うと思うけど、違うの？多分違うと思う。俺はもう最初のなんかあのどこしっとりした BGM さ聞くだけでなんかもう最高だなと思う。あの BGM めちゃくちゃいいよね。めちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいいよね。なんかクレナが語ってた時もさ、うん、何話だったっけ、7話8話ぐらいかな、うん、確かあの BGM 流れてて、私めちゃくちゃこの曲来るわと思ってたんだけど、うん、ま、中でもの、雨宿りしてるシーン、はい、あるじゃないですか、はい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 、5人がね、みんなが楽しそうに話してた後に雨宿りして、トーチカの中ですね、なんかこうカップ持ってさ、うんうん、でシンがスタスタって歩いてきて座ってさ、足組むんですよ。はい、もうふうってなっちゃった。そこかよそこかよ。なんかあのなんかあそこ超好きで足組んだんですけどって思って、わかんない、なんかいやすっすごい色っぽかったの。なるほどね、俺はねそこ見て裸足だって思ってた。見る人によって変わるな。そっかそっか、あそこかっこよかったんだ、なんか、ね、まあ、楽な感じだったからね。なんかね色気、なんかねこの、銃はさやっぱこう目的がなくなったというか、うん、どっかちょっと危うさもありながら、うんうんうん、でも穏やかさもありながらみたいな、その絶妙なシーンがちょっと色っぽさにもなんか見え、うんうん、なんか漂ってる感じがして、うんうんうん、すごいあそこ好きでさ、あの足組んだし、なるほどな、そう、いやあそこら辺は確かに本当に5人ともなんかさらに素の表情が見えたっていうか、そうそうそう、また空気感がさ全然今までと違ってて、いやそう、だからライデンと釣りしてるのとかめちゃくちゃ良くてさ、うん、あのしかもライデンの相づちが、ライデンの話ばっかしてんな俺ら。ライデン好きか、ライデン好きかよ。好きだけど、いやライデンがね、あの今までは1話よそれこそ、うん、兄貴は見つかったのかって言われて、あのシンがいや、うん、そうかって結構し深刻な感じの相づちだったのね、うんうんうん、あの兄貴を弔った後、うん、ネームプレート名は残せたのかって言われたりした後の、うん、そうかがね、そうかつってすげえなんか、うん、明るいっていうかさ、うん、解き放たれてる感があって、うんうんうん、あすごい、なんかもちろんこの未来がね明るいと多分本人たちも思ってないんだけど、うん、でもやっぱり今自由なんだなっていうこの感じがすごいして、うんうんうん、同じ二人の会話だけど雰囲気が全然違うっていうか、ね、うん、いや私その河原のシーンは、うん、好きなところ河原のシーンは、うん、みんななんかあれね洗濯してるんだよね、あ洗濯してました、そうで、みんななんかこう洗濯もしたいし、そうそうそう、早見さんの前ですか、怒られるぞ俺2回目ですか、はい、でなんか布巻いてるじゃん、はいはいはい、でさあそこまあみんなそれぞれの感じがあってさ、はい、まあ、ライデン上半身裸でさ、うんうんうん、でシンも結構鎖骨とかね、あ見えてた、お腹とかもちょっと見えてたんだよ、見えてた、セオがね見えないの、裸、セオの記憶がない俺そうなの？そう、私なんか前回の山下さんが来てくださった回でも言ったかもしれないんだけど、はい、なんか海パン姿みたいな見たいかみたいな話になった時に、あ私見たくないって瀬尾のね、瀬尾の裸別に見たくないって言ったんですけど、うんうん、であのシーンでね、うん、瀬尾がすげえ布まとっててね、確かにそうだ、私ありがとうございますってなった、いやー隠してることでな、うん、まあ確かに筋肉質じゃなさそうだから寒そうだしな、なんかわかんないイメージだけど ね、よかったと思ってまとってると思って、なるほどな、いや俺はあの時本当クレナがねちょっと見えちゃうんじゃないかと思って心配で心配で心配であれそれなんかいただいてますか、それ藤井さんがね、藤井さんが言ってたぞなんか、
これ原作でもあるシーンですが、クレナが蝶々を追いかけて野原を飛び跳ねているカット、絶対絶対に最後止めてみてはいけないですからね、笑い。そうだよ、みんな藤井さんが言ってんだから。なんで止めてみちゃいけないんだろう。止めてみちゃいけないからね、絶対だよ、うん、え、あのね、うん、俺はもう、あ、これ今のコンマ1秒で、うん、あ、なるほどねって思ったんだけど俺はあえて停止しなかった、あ、しなかった。クレナに悪いなと思って、うんうん、なんかやっぱ仲間じゃないですか、ここまで戦ってきた仲間だしね、末っ子だよ。たとえすっぽんぽんになっていようとも、おい、言ったぞ。え、あ、言ったぞ。あれだって藤井さんも書いてるし、クレナすっぽんぽんですってすげえ、この書いてます、ね、こんなにすごいさ、あのいろんなこだわりを書いてくださってる中に一行これ入ってると頭割るクレナすっぽんぽんですっていういや、そう、あ、なんか あそこもね、なんか面白かったし、うん、あそこさ、クレナさ、うん、すげえアドリブ入れてたんだよ。あ、なんか言ってたねらしいね、私はこう収録いなかった回だけど。でもやっぱりそこら辺の無音で動きだけで表現してるのもめっちゃ面白かったし、うんうんうん、いや見るとこばっかよ。あのね、ちょっと話戻って申し訳ないんだけど、いい10話のね、うん、さっき繊維さんのメールでね、あのファイドのさ、はいはい、デストロイドって表記されてるのを見て、うん、あのただの支援機としてではなく仲間として受け入れてたんだなと思ったって繊維さん言ってくれてるじゃない。俺はこれすごい意外で、この繊維さんの感じ方が、うんうん、俺真逆だと思うのよ、うん、でもデストロイドって今まではさ、要はスピアヘッドのみんなは、うん、機械でしかないっていう、うん、要は共和国側からのさ偏見の表れだったわけじゃないですか、うん、ダイド、デッドじゃなくてデストロイドっていうところが、うん、ただここでこのファイドがみんなと同じだって一周回ってこうやってみんなが感じてくれたのが俺はすごいなんかいいなって思って、うん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 、だし、あとシンってその名前で呼ぶものってめっちゃ少ないんですよね、はい、猫のことも名前決めなかったり一、うんうん、人だけ読んでる本でレマルクって呼んだりするっていうのがあるんだけど、本当ファイドのことはずっとファイドちゃんと呼んでるっていう。そうだよね、うん、だからシンの中のすごい線引きがあるんだよね、うん、一緒に生死を共にしているものに対しての、うん、なんかその、うん、まあ愛じゃないけれども、うんうん、のがあるから、あれはね、こうセインさんが感じてくれたの嬉しいし、うんうん、あとみんながそう思ってたのも嬉しいし、うん、あとね、ここに書いてる九条さんの話もしたいんですけど、いいよ、しよう。あのマジ九条さんすごくて、うん、1話で死んだ九条さんなんですけど、はい、ファイドのね、回想でもしょっぱなから出てきたじゃん、はい、これスピアヘッド戦隊にクソ栄光あれって書いてあった黒板を書いて、うん、お前それ消しとけよっておじさんに言われて、うん、ファイドにお前これの意味がわかるか、わかんねえだろうなって行くじゃないですか、うん、その後結構しばらくして、うん、星を眺めながら、うん、すごい星とかに比べたらこんなの俺たちのこれの関係ねえんだよなみたいな、わ、うん、かるかってファイドに語りかけた後に、うん、へへって笑うんですよ、うん、このスピアヘッドに入ってファイドと一緒に戦ってきた中でわかんねえだろうなって機械に対する会話だったのが、うんうん、分かってくれてんじゃねえかなこれっていうちょっとした信頼になってんのかなって俺は思って、同じこと思いました。いやだよねだよね、はい、ねえ、あれは嬉しかったな。あ、しんどいっすね、九条さんは本当に。九条さんしんどいな、あの黒板の横にね立つアルドレヒトをね。いやそれ な消しとけよって言ってたのに、よしじゃねえよって言って消しとけよクソギみたいなね、そう言ってたのに、あの消さずに眺めてるっていう、そう、あれはね、本当にあのあれは B パート B さっき B パート C パート問題なんですけど、はい、あ、はいはいはい、多分あれは C ではなく B、 あ、そうね、CM 入ってなかったらしいしね、そうなんです、意外にね気づかなかった、気づかなかったんです、エンディング流れたからね、あそこで B、 あれが B パートかと思いきやね、 CM 入れないとかできるんだでファイドのところは一応 B パート、うんかな、うん、って感じなんですけど、もう私本当にあのファイド視点のところを見てた時の自分の様子で言うと、うん、もう最初すごい微笑ましくてニコニコしながら見てたの、はいはいはい、で、まあ、初見だし私も、はい、そうそう、何か初見、初見もうだから、え、何これって思いながら、はい、みんな楽しそうだなってね、こう、まあいろいろあるけどね、もちろん、うんうん、でニコニコしながら見てたんだけど、うん、途中から私笑い泣きし始めてもうニコニコしながらもうなんかなんか涙出てきて、はい、で最後にはもう普通に号泣、うん、辛くて、いやそうなんだよ、そう、あの時間だけですごいいろんな感情になった。日付書いてあるんだよね、しかも、うん、そうそうそう、あの最初俺1週目は全然気づかなかったんだけど、うん、
そのファイドの画面だから、うん、左下に撮ってある画面があったりとかして、うん、あこれって言っていいんだっけ、藤井さんのこのファイドの下りって。あ、オッケーオッケー。じゃあこれを言ってちょっと10話の振り返りにしますかね、うん、またファイドの話なんですけど、はい、ファイドがボイラーを発見したという会話を裏でしてるシーンがあるんだけど、うん、その中でセオがファイドに足を踏まれるがなぜか大丈夫という会話、うん、これはファイドの足もガタが来ていて旅の中でファイドも少しずつ不調が出始めているというやり取りを尺がなかったので裏でやっています。クレナはそれに対してファイド痩せた？と天然ぶりを発揮しています、うん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 、俺マジでこれ台本見てて全然意味が読み取れてなくて、いや 私は放送で見て聞いて、うん、その向こうのその会話を必死に聞いてて、うんうんうん、どういうこと？っては私も思った。ちょっとそうだって踏まれたら絶対痛いじゃないですか。そう、大丈夫なんだと思って、うん、いやだからもうすごいなんかあったんだね、このファイドの描き方というか、うんうん、いやー本当ね、ぜひこの裏の会話というかね、うんうんうん、そこにもちょっと耳を傾けてもらえたら嬉しいなと思います。いや本当にそうよ、アンジュの風呂のシーン以外もみんな見てくれ、見てくれ。アンジュのカットがさ出てる10話の予告ツイートばっかり伸びるのやめ、うん、一番いいね多いのやめ。そうなんだ、はい、みんな素直だね、素直本当にいや綺麗でしたけどね、綺麗だったけども、いやまあ語り尽くせないんですけども、本当そうよ。11話ですって次。うわ最終回だよ。最終回もう俺記憶にないんだよな。いや私もなのよ。なんで記憶出てないのかな。あ逆まさかの2人とも2人とも出てないかもしれない私また予告だけ言ってるかも。あ予告ないか、次ないんだから。そうだよ、もう完全にいないわ。そうだよそうなったら何の話をやってるんだよ、だとしたらこれまでやってきて。いやでも、うん、かすかに覚えてるのは、うん、本当に何だろうな、集大成感はあると思う、うん、ワンクール目のね、やっぱり、はい、だって多分12話にしようと思えば12話にできたし、逆にもっとキュッとしようと思えばキュッとできたはずなんですよ、うんうんうん、多分。ただそれをこの11話でやろうってきっとね、この藤井さんはじめ皆さんが考えたんだろうなっていうのが、うん、キャストにもビンビン伝わってくるような、そうね、11話だったよ。あのあとね、号泣した後のレーナがね、どういう感じで11話出てくるのか、うん、出てくるのかな、出てくるかどうかも分かんないですよ。確かに10話いなかったからね。確かに何があってもおかしくね。そうぜひ、いや本当に、いや確かめてください。そうなのよ、マジでこの最終話を受けてみんながこのワンクルメをどう思って、うん、それを友達に教え、どういう気持ちでね伝えるのか、うん、楽しみですわ、うん、そんな感想もお待ちしてますよ。お待ちしてます。はい、ということでもうワンクルもクライマックスです。信じられない。ぜひ最後までよろしくお願いします。作品の感想や2人への質問メールなどお待ちしてます。第 85.5 区情報局、今回戦場に立つコーナー、こちら。さあ考えたこともありませんね。このコーナーでは、真が退役を迎える日のために世の中の楽しいことを教えてあげるおせっかいなコーナーです。はい、この説明ももうこの物語の進行度合いからするとしらじらしいったらあれしない。ほんとそう、もうそんなこと言ってる場合か。そうよ、ほんとそうよ。まあでもコーナーですからね、言ってる場合かなんだけど、はい、来ちゃるからね。あ、リスナーさんからね、来てるから紹介するよ。お願いいたします。まず、おつまみ大好きレーナさんからいただきました。あ、酒飲みレーナね酒飲みレーナからいただきました。はい、空手をやるってどうでしょうか。シンなら空手家になれるかも。体を鍛えられてすっきりしますよ。さあこちらにカモンって書いてある。空手家なんだこの人。空手家なんだ、おつまみ大好きレイナさん。空手家なんだ、ね、空手家らしいですね。なるほどなるほど、これね、なるほどね、うん、シンね、うん、多分柔道多分体型的に柔道あーカモン、うん、空手やられたことはあります、千葉君は。俺ですか。うん、あ、俺格闘技やったことないかもしれない。おそのない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 。どう、千葉翔自身は空手は興味ある？いやもう男の子で空手に憧れない子はいないだろうね。うーん、確かにね。みんなだってやっぱりなよくわかんない、なんかその太極拳もどきみたいな構えしますし、うんうん、戦いとなったらね、かっこいいよね。男の子って戦いごっこするの大好きなんですよ。あ、戦いごっこって知ってる？戦いごっこ戦いごっこしますよね男の子って。みんな首うなずいてる。みんなする。なんか戦いをごっこでやるんですよ、小学校低学年の男の子って。
やってました、やってました。技を出すんですか、それはもう。あ、技出す。肉体の方なんか。あ、全部。みたいな。全部。全部。全部。気候法みたいなのも出すし。あ、なるほどね。日曜の朝とかにテレビでやってるようなヒーローの技とかも出すし。あ、なるほどね。空手ね。たまに空手習ってるやつっていうやつが出てきて。中学校男子ってさ、めっちゃ肩パンするんですよ。うん。肩パンはわかります？肩パンわかんない。の、え、手？手のひら？違います。それ壁ドンと間違えてます、ね。肩パンです。肩パンって何するの？男の子って、じゃんけんして負けたら肩パンチするんですよ。なんで？バカだからです。楽しいんです、それが。楽しかったんです、おそらく。グーパン？グーパンです。肩に？はい。肩っていうかね、肩パンって言ってるけどね、肩の骨よりちょっと下のムニムニしてる部分。あ、そこなんだ。そう。二の腕ぐらい、の中に空手やってるやつ混じってると危な、痛えんだよ、危な。多分本当はやっちゃダメなんだけどね。そうだよね、ギリのラインでやってくる。あ、なるほどね。忘れねえ。ちなみに私空手習ったことありますよ。嘘でしょでも、うん、でもかっこいいなって言って入って、うん、でちゃんと道着もさ買ってさ、白帯ですよ、本格的ね、うん、低学年ぐらい、うん、ですっげー最初挨拶やらされるの。なんかもう入ってきて、道場入ってきて、はい、ちゃんと挨拶する練習始まんの。はいはいはい、は思てたんと違うって思って。かそうだね、格闘技したのもね最初に。なんかいやみたいなことやりたくて入ってきたのに、うんうん、めっちゃ挨拶させられると思ってやめた。うわー初見殺しだすぐやめた。空手教室の初見殺しだ。ほんとダメだよね。え、押すってことでしょ。オスだったかな、なんかよろしくお願いしますみたいなとこから。うわー、なるほどな。そう、まあ、大事だけどね、武道って結構礼儀も大事って言いますけど。だからちっちゃいからさ、はいはい、なんでみたいな。なるほど、これじゃないみたいな感じでちょっとやめちゃったね。そっか、よかった、ハセちゃんが強くならなくて、はい、まだあるんですかもしれない、ま、じゃあ次いきますね。はい、ハルケミストさんからいただきました。はい、ありがとう。千葉さん、長谷川さん、こんにちは。オス、こんにちは。オス、私が楽しいなって思うのは海の漂流物で高速です。浜辺の貝殻とか流木とかシーグラスは拾い放題、しかも無料。たくさん落ちているものから気に入ったものだけ拾ってきて、100均のフォトフレームにボンドで貼るだけで立派な工作になりますよ。すげえアーティスティックな趣味だなこれ。すごいね、やってるってことだよね、ハルケミストさん。多分そうです。楽しいなって思う。え、じゃあ海の近くに住んでるのかな。いや、どうなんだろうね。どうなんだろう、海のない県。あ、海あるわ、東京一応あるけど、うん、海ないな俺の心の中に海は好き。海、海水浴とか行く方。あ、でもかつてサークルとかで行ったことあるよ。いけいけ。いやて、俺もサークルで海行ってたってめちゃくちゃチャラいなと思うんだけど、全然チャラくないから本当に。結局やることといえば浮かんでるだけというかでも確かに海ってさ、やることないよね。ないのよ、ないのよ。私も数年前にね、うん、行ったけど、うん、なんかよく分かんなかった。海なんかね、多分海に行くだけで最高潮のテンションに達さないとダメ。あ、スタート失敗してるのかな。なるほどね。俺たちはなんかすごいさ、水着の中とかに砂がさ、はい、入ってきてさ、あら、なんかそれですごいテンション下がっちゃってさ、ね、確かにそれはやだね。帰ろうって言って帰ったあの海出た後に足洗う時間がすごいきついのよ。あー、わかるー。なんかあの、なんとも言えない気持ちになるよね、あれ。わかるー。てかもうああいうの嫌いなのよ、プールのさ、床とか。あー、まあわかる。あの、だから楽しいものの周りにあるやつって全然楽しくないのよね。そうなの、そうなの。インドアだな、二人とも。だね。まあでもこれは拾うやつだからね、理由とか。そうだね、そうだね。うん、もう一つぐらいやって。しらすごはんさんからいただきました。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。私が今回おすすめしたい楽しいことはアスレチック巡りです。日頃からジャガーノートの中で戦っているとはいえ、機体の性能があまり高くないことから体幹や筋力はしっかりしていそうなので、ある程度の難易度まで楽しめるかと思います。いろいろな場所に様々なアスレチックがあるので行っても飽きないと思います。またここからは妄想になりますが、スピアヘッドのみんなで行って涼しい顔でずんずん進んでいくシーンにクレナが待ってよとか言ってるといいですよね。なるほどな。クレナは胸が使えてできないやつとかありそうですよねなんだ、ロープでさ、そうですね、網目状になってるやつとか、そうですね、になった時にみんな進めるのに、そう、ね、クレナとアンジュだけちょっとなんかが使えて進めないみたいな。
ね、クレナさん結構豊かですからね、うん、豊かですね、うん、豊かですからね、豊かです本当に。まあ聖地区できそうだね、全然できちゃってっていうところあるかもしれない、ね、できちゃってなんかそんな手応えがない、ないのかもしれないね、うん、みんな真はセオが身長で足りないとかどうすか。いやーかわいい、ありがとうございます、かわいいいただきましたかわいい、はい、あとはなんだろう、たまらんな、実はなんか高いとこ苦手なやつとかいてほしいな。あ、まあちょっと戦闘してるんでね、それはないかもしれないですけど、うん、ロープで行くのはちょっと怖いみたいな、うんうんうん、あったりとか、生身だしね、あ生身ですし、ね、そうそうそう、あったりかもしれません、ね、なるほどね。ハセちゃん自身はどうよ、アスレチック、うん、アスレチック、なんかだいぶ前にね、久々になんか友達とね、うん、行ったことあったよ。えー、いいな。なんかね、水のとこに結構木とかでこう高いのが立ってて、はい、ありますね、登ってくみたいなやつ、ありますね、マジ大人になると超怖い。めちゃくちゃわかるわ、本当に登れないのマジで。本当にそうなのよね、大人になるってこういうことか。大人になってからの方が怖いんですよ。そうなの、まあ、僕もなんかその最初は低かった棒を次の行くにつれて高くなって帰れなくなるみたいなやつやりましたけど、本当に1本進むのに10分ぐらいかかるっていうもうやめちまえ本当に本当に怖い。そう怖いんだよね、子供の頃の方がさ怖いもの知らずだからさ、確かにそうです、ずんずん行けるんだよね。今俺たちの年代が一番怖いんじゃない、なんか。いやかも、うん、なんかもうちょっと親世代みたいになったらそれはそれの楽しみ方あると思うのよ俺。どうなるかな、そんな感じですかね。いやどうですか、なんか気になるのありました。まあだからアスレチックとかはさ、うん、それこそねキャストのみんなで行く妄想したら楽しいですよ本当に、うんうん、そうね、うん、確かになんかね企画でさ、うん、やってやったら面白そう。なんか面白そうだね、ね、聖一郎さんとかのね、うん、なんか聖一郎さんのキビキビしたとこ見たいです意外にズン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 めっちゃすごいスピードで上がっていく可能性、うん、あれみんなまだあれまだそこにいるのあの緩やかな空気感で、ね、あれって、多分 あとは藤原さんと鈴代さんはめちゃくちゃにぎやかだと思う、うん、にぎやかですね絶対。早見さんは、早見さんどうなんだろう、早見さんは、うん、自分ができるやつとできないやつを全てもう把握してそうだね。ああ、これ私無理だからやんない。あ、それ早見さんですか。違う、これは早見さんではないさすがにね、ずっと早見さん本当に怒られるから本当に怒られるから怒られるから本当に、はい、そんな感じですね。まあね、そうなんです、まあいろいろ紹介してきたんですけれども、うん、新たちは退役がどうのこうの言ってる状況ではないのでこのコーナー終了です。今回で最終回ってこと。はい、終わります。あっけなかったね。はい、なんか本当にみんなね一生懸命送ってくれたし楽しかったんだけど、はい、あんまり名残惜しくない、うん、このコーナーは。わかるな、わ、うん、かるな。みんななんかこれはさ他のコーナー内でも興味あることって探していけるなって思った、うんうんうん、それは探していこう僕たちで。そうだね、はい、ありがとうございましたみんな。ありがとうございました。ちょっと明るくなったよ人生。はい、じゃあこれで終わりになります、はいはい、じゃあ皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ考えたこともありませんねでした。ではここからは86の最新情報をお届けします。まずは放送情報です。テレビアニメ86が東京 MX 他にて放送中です。また地上波同時独占先行配信がアベマでありますので最終回までこちらも合わせてお楽しみください。続いて原作情報です。原作小説は最新刊となる10巻まで発売中です。そして原作1巻エピソードのコミカライズ版は第2巻まで、ガイデンイフのコミカライズ版は第1巻まで好評発売中です。ぜひアニメと一緒にお楽しみください。そしてテレビアニメ86 ブルーレイ& DVD が7月28日に発売となります。完全生産限定版特典として原作浅戸浅戸先生書き下ろし小説、原作イラスト白火先生書き下ろし三宝瀬ケース、特製デジパック、スタッフインタビュー掲載ブックレット、設定資料集、オーディオコメンタリー、さらに特典映像として PV、CM 集、ノンクレジット、オープニング、エンディング、ウェブ予告が収録されています。はい、そしてテレビアニメ86オリジナルサウンドトラックが7月7日に発売です。音楽担当の沢野博之さんと甲田山本さんの2人が手掛ける42曲の劇伴音楽を収録した豪華な1枚になっています。ぜひこちらもよろしくお願いします。めちゃくちゃ欲しい。 そう、うん、そして6月29日には第 85.5 区生放送の公開生放送があります。イエーイ。ゲストに、山下誠一郎さん、藤原夏美さん、鈴代さゆみさんをお迎えしてお届けします、うん、
参加抽選シリアルの配布は終了していますが、応募は、6月20日締め切りとなっていますのでお忘れなく。あ、なるほど、配布は終了してるけど、うんうんうん、応募はギリギリだということで、そう、みんな急いでね、抽選に外れてしまったよという方はぜひニコ生で生配信を行いますので、ぜひ有料会員登録をして最後までお楽しみください、うん、その頃には最終回を受けてのね、トークになると思いますので、はい、よろしくお願いいたしま す。詳細はテレビアニメ86公式サイト、公式ツイッターでご確認ください。以上、86最新情報でした。第 85.5 区情報局エンディングです。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。投稿は86公式サイトに募集フォームがありますので、そこからお待ちしています。この番組はニコニコチャンネル第 85.5 区、さらにアニプレックス公式 YouTube チャンネル、そして温泉で配信をしています。次回は2週間後7月2日に配信予定です。そしてニコニコチャンネル第 85.5 区では有料会員限定番組第 85.5 区訓練室をお届けします、うん、こちらでは番組本編ではできなかったコーナーを中心にお届けしていきます。月末には会員向けの生放送もお届けしていきますので、ぜひ会員登録お願いします、はい、そっちでしかしてない情報もあります。そうです、はい、ということでやってきたんですけれども、はい、じゃあ今回は恒例のパーソナルネーム授与式をやろうかなと思うんですけれども、うん、思ったんですけども、はい、ちょっと上げすぎじゃないかと授与しすぎですかね、授与しすぎじゃないかっていう。確かにここまで結構毎回毎回ね、はい、生まれてそうなんです、来てますね。そうなんですよね、そんなに上げていいのかっていう気持ちもね芽生えてきましてね。メールの質が上がっちゃったな。確かにすごいみんないいメールなんだよ、うんうん、感想とかも読んでるだけで泣けるやつが増えたことによって、うん、みんないいっていう、みんないい、いや、これ僕らの思惑通りですね、はい、パーソナルネームということでみんなのメールがどんどんいい素敵なメールが増えていく。そんなこと考えてたんですか。もちろんもちろん、さすがだ。その通りです、その通りです。さすがだな。現状僕今回は藤井さんじゃないですか。そうですね、パーソナルネーム藤井さんですね。ただちょっとねこのノリで考えるにはねちょっともったいないんで、うん、藤井さんのパーソナルネームもちょっと考えていきましょう今後藤井さん、はい、本当毎回こんなにやってくれてるから。そうなんですよ、それもう授与しないとね。はい、もうなんならオーディオコメンタリーの時とかも藤井さんなしではできないようなオーディオコメンタリーになってて、うん、そうなんです実はそうなのよ、ここでもあそこでも活躍してくださってて、はい、最終的にちょっとじゃあ藤井さんのパーソナルネームなんならみんなプラスアルファで応募してくれてもいいよ藤井さんの、うん、めちゃくちゃいいやつね。そうそう、めちゃくちゃいいやつがいいね。うちらがこんな短時間でこれでいいんじゃない、ポンって出してる、うん、もうハートスナイパーとかさ、はい、もうね、マネーとかさ心込めてるけどね心込めてるけど、こんななんかね秒で出した感じのではなく、はい、もう感謝を込めた、考えに考えた皆さんも本当に藤井さんいっぱいくれてるからね、はい、こういう情報藤井さんがいなきゃね、そうですよ、知れない情報があるから、そう考えていきます、うん、じゃあ今回はパーソナルネームはなしで、はい、藤井さんのパーソナルネーム募集開始ということで募集開始しますお願いいたしますはい、はい、いやね、あれさっきさらっと告知でさ、うん、次は7月2日ですよって言ったんですけど、はいはい、ラジオ、うん、ラジオは続きます。やった、ありがとう。いやもうどうなんのかなって思ってたよ。ぶっちゃけそうだよね、だってワンクール目のね放送が一旦終わったら、そうなんですよ、僕たちもお払い箱かと思いましたけれどもね、なんか温泉さんとも一瞬の付き合いかと思いました。そうだよね、なんかなんか悲しいよねそれ、付き合ってすぐ来るクリスマスで別れたみたいな感じだもんね年越せなかったみたいな。そうね、いやそうそうそう、もうよかったよ。なんかこれからもやっていきたいんで、うん、まあもちろんその全体の振り返りとかも続けていきたいんですけれども、うん、まあここまでねリスナーさんついてきてくださってますから、はい、一緒になんかできる企画とかできればと思っておりますので、うん、3ヶ月間お休みと言わずにぜひこのまま入会をお願いします。お願いします。なんかじわじわ増えてるらしいです、会員の皆さんも。本当ですか、6月29日の公開生放送に、あ、そうじゃん、向けて頑張りましょう。ちょっとね、これ会場にね、そうなんですよ、有観客ですからね、皆さん気をつけてね、本当にしてくださいね。本当もうそうです、身の安全を考えつつ、うん、体調に気をつけつつ、うん、ニコ生でも見られますということで、はいはい、お願いいたします。お願いいたします。じゃあ11話、皆さん本当ぜひね、リア台しよう、リア台しよう、みんな。俺もハセちゃんもきっとリアタイしてるから、うん、してるはずね、泣きながら見よう、はい、はい、
ということで、じゃあまた次回、お会いしましょう。ここまでのお相手は千葉翔也と長谷川郁美でした。それでは本日はここで解散。お疲れ様でした。この番組はアニプレックス、角川、バンダイスピリッツの提供でお送りしました。